皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。皆さんこちらリリスいますね。まあ強い強い言われてるリリスさんなんですけど、とうとうですね、はい、アビーチをつけてしまいました。これによってかなり化けると聞いたんで、はい、自分はですね、このリリスさんを今回使ってガッツリやっていきたいと思います。結構期待してます。実際ね、今の大型環境、すごいリリスさんも強いんですよ。なのでやっていきたいと思います。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきまーす。はい、それではやっていきましょうか。お相手がブルドラリーダーですね。今回レドラリリースっていう安定した固定をやってますんで、まあブルドラの処理の仕方を考えなければならない。で、ブルドラの裏がわからない。キメガかな、やっぱり。キメガの可能性を考えるならば、ブルドラには、まあ、レドラを当てるのが正義ですね。壁プラスリリースもありなんですけど、まあ、キメガを倒すっていう点を考えるならば、水流を待ってから、ブルドラに、レドラを当てて、そしてキメガにリリースを当てるっていうのがまあ一番無難な戦い方だと思うんですけど、どうでしょうか。さあ、お相手バーサーカーか。さて、とりあえず取り手が欲しいですね。いやー、めんどくせえ。それもうカニ二次元もう一個置くか、しょうがない。本当はね、裏キメガのために取っときたかったんですけど、こうなっちゃったらもうしょうがないですね。なるほど。この着手のタイミングでロックも合わせてあげるけど、強いな相変わらず。そのなんだっけ、猫筆屋さんが。猫フレアさんマジで強いですね。倒せないや、これどうしようか。ちょ、ユキンコに頑張ってもらいましょう。はい、水流だけで死んだのかな、もしかして。それはね、かなり痛いんであれなんですけど、おっと、アークエンジェル、まさかの。意外ですね、出てくるキャラが。これでなんとか抑えました。で、まあ、倒せるでしょうと。倒せてないんだけど、マジ？それはもっと意外。でもこのロックマン、射程、あれなんだっけ、スキル範囲外なんで、これ倒します。で、あとこの小悪魔たちが今頑張ってくれてるんで、え、待って、取られてるんだけど、嘘でしょ？取られてるのもびっくりだし、一番びっくりなのは、それ。と、あと、なぜか死んでる、あいつが。カニが。で、全部復活する。それは無理やて。それは無理やて。おい、全部復活すんだよ。で、なんで後ろのカニ死んだんだろう。ブルドラの激流で死んだんかな、あれ。いや、きついな、えぐい今の。よし、まあ、次やっていきましょうか。気を取り直して。お相手またブルドラっすね。まあ、ブルドラリーダー本当に強いから、やっぱり何度か壁を引いてあげて、水流が通り過ぎるのを待ってからレドラを当てたいところ、実際は。なので、まあ足ももちろん欲しいですけど、まあオークとか引けると本当にいいなと思います。壁が引けないとな。お、行きましょうか。強いですね。全部進撃ですけど、中型は。まあでも全然いいと思います。強いです。さて、ブルドラね、裏なんだろうな。大砲いらないですね、これ。サイが3回やっとるんですよ、222で。なんで大砲撃つ必要がないですね。とりあえずじゃあオークで様子見っすね。まずはで、お相手がスライム、ゴス、メタドラ。裏メタドラなのことあるかな。まあ、オークは。ここしっかりと爆落ちで見て。爆落ちの爆弾で狙いましょう。メタドラインダメージ。って思ったんですけど、うまいこと避けられてます。避けられてますね。ああ、このオークで寄っちゃうな、メタドラ。
ちょっとこれでワンパンっすね。うん、悪くない。まあこっからっすね。あのメタドラちょっと引きすぎなんで倒せないんですよ自分には。ここだけ倒してもらって、まあ、爆押しもう一本いけますか。しょうがない。フォックスね。ああ死んでないなこれ。とりあえずリリース置いてあげて、壁張りリリースで小悪魔の大ダメージ当てていく感じで倒すそうですね。ただ激流の火力がやばいですけど、まあでも頑張ってくれてますねだいぶ。ただ後ろがなんかいるな、まだ残ってんな。フォックスか、なるほどね。さあどうでしょう。こえー、なんか飛んできた。メタドラ硬いな。まあゼウスとかね、あのブルドラとかそういう系では倒せるんですけど、そう今回自分にはそれを固定してないので出てくるキャラ同じなんでね、しょうがないですね。おお、スキルのタイミングが素晴らしい。お、入った、ケンシーラッキー。おい、こっちも一応チェックして、いいっすね、よかったよかった。取りで裏どころか取りで裏裏って感じだったんでちょっと引っ張れなかったですね。そう、ナイス再戦。裏メタドラなのかな。バイクか、バイク。まあでももうスライム、いやスライムはない気がするけどな。バイクメタドラか。でもやっぱり、いやでも今の環境でメタドラなんか使うかな。環境的にはそんなに適応してるキャラではないんですけどね。どうなんでしょう、いきますか。まあメタドラだったらやれる。ハーピーもカニもいるから引っ張れればだけど、あの位置切られたら無理ですね。あの位置は引っ張れないです。引きすぎ。さてと、バイクかな裏。この感じはそれで取れないですねこれ。 2-2 ですね。で下にこだま行きたいですね俺できれば。なるほどね。相手のキャラが分かってないのなんとも言えないですけど、ここは一回引きますね。多分引いた方が確実に勝ちにつながれるんで。待て待て待て、流れちゃう流れちゃう、この場所流れちゃう。あ、やばい、取られちゃった、ミスった。子供のこともたまに、まあでも倒せますね。あ、だゾンビは効いてない、どうしよう。ゾンビ運ゲするか。レドラが行くじゃん、まず守られちゃったな。レドラ守りに来るか。レドラじゃねえわ、ゾンビ守りに来たか。まあ、カニ置いて。あ、でもゾンビ行った、行ってないな。カニダブルで削りますか、とりあえず。うん、一匹も取ってくんないや、こだまが。いっぱい出し、いっぱい使ったんだけど取らない一回も。マジか。まあここ押さえれば勝ちなんで。はい、というわけで完勝ですね。こだまがコラボ猫とバイクっていうすごい取りやすいキャラに出したんですけど、一体も取んなかったっていうね、なかなか苦しい展開だったんですけど、まあ、でも今回コラボ猫プラスハッピーってね、キャラ数多めで引けたんで、まあうまいこと完勝できたということで、ナイスですね。いい感じ。さあラスト、ラストはまさかの苦手なキャラ来ました。一番苦手なキャラ、ゴーレム。リリスさんにとってゴーレムはマジで苦手だし、
ただあのアビリリスだったらゴーレムといい勝負するんですけど、普通のリリスはちょっとステータスアップしてないんで苦手で、レドラもゴレが苦手なので、ゴレが苦手はい、どうしようかなって感じ。まあ行こう、アマゾネスで一気にもうぶち破っちゃおうか。金バッチだからね、期待できるでしょ。サイ1でいきたいな。今回キャラ数多くないんで、最後流せるキャラを取っときたいですよね。1700、誰だろう。バカボン、取れない。それこれ多分キャラ出てくるんで、ビートル、あー、バクオジは予想外、全部処理される。これ強ー、マジで。なんか全部強かった、バカボンのあれが、火力がバカにならないね。さてこっからっすね、とりあえずこっから呼ぼうとしてる。もうママにできた、ママに臭いみたいな、でかい。ゾネススキルゼロ、オッケー、とりあえずやれた。ここはね、コストガチャだいぶしてるはず。あとは俺にあのバカボンが止められないっていうことが気になるところ。取った、オッケー。したらこうスライム置いてターゲットずらしてあげて、いやーこっち来るよね。あーでも一応耐えてる、まあ、死ぬけども、あれはあれ、バカボン3体目、あの3体目のバカボンどうしようかな。突き上げで持ってってもらって、灼熱、あ、オッケー、でかい、でやらすぎ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 、その灼熱マジで偉い。クレフラね、オッケーオッケー、食うなよそこは。そこ食っちゃったらさ無理じゃん。ただこれで相手もキャラがいないんですよ、バカボン1体。オッケー、リリス行きましょう。上大型来い、これ相手、あと大型だ、大型1体とクレフラマーマンだけ、まあですよねと。はい、ここはぶっ潰しに行きたい、ここは潰さなきゃいけない。クレフラいるから潰す以外選択肢がない。頑張れリリス、お前ならできる、お前は強い。そうだリリス、お前は強いぞ、いけるぞこれは。リリスお前は強い、いける。相手守るの上手くね、マジ言ってんのこれ。よかった、守るの上手すぎやろ絶対勝ったと思ったのに、勝ったけどギリギリなんだけど、やば。え、うまっ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。リリスさんいかがでしたでしょうか。もう実際かなり頑張ってましたね、強い、スキルめっちゃ打ってくれる。で、やっぱ小悪魔が迎撃化するんで、スキル打つだけで相手のキャラをですね、わちゃわちゃ盤面めちゃめちゃ壊してくれるっていうね、もう本当に使いやすいですね。はい、で一応ね、まあ、体育も持っていると、まあ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 大型を狩る体育ではないですけど、まあ、削ればするよと。はい、そんな感じです。まあ普通にお気に入りのキャラですね。使いやすいですね。支援としてやれることの多いキャラ。そんな印象。火力も悪くないですね、スキルが出れば。はい、というわけで今回も皆さんご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。